足立区は東京都の区部北東部に位置する特別区。東京都区部の北東部に位置し、隅田川と荒川に挟まれた千住地区と面積の大半を占める荒川以北の地区とに分かれている。かつては陸続きだったが、大正時代に荒川放水路が建設されて分断された。足立の地名は大化の改新後に制定された地名、武蔵国足立郡に由来する。 現在の足立区から埼玉県北部にまたがる広大な地域で埼玉市大宮付近に中央成長があったという。荒川の南に位置する千住地区は江戸時代には日光街道と欧州街道の宿場町、千住宿であり、古くから賑わっていた。現在はターミナル駅である北千住駅を中心として、区内随一の繁華街となっている。比較的静かだった東口も、 東京電機大学が神田から移転してきたことで、活気が出てきた。荒川の北では、竹の塚が商業の中心地となっていたが、隣の西新井駅前で大規模な再開発が行われて、新しい商業施設が開業した。利根リ港沿線上大橋あだち公式サイト、あだちの町定別の世帯と、人口2010年1月1日現在による2005年に、 夜間人口は62万2500人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は53万9309人で昼は、夜の0.866倍の人口になる。通勤者で見ると区内から区外への通勤者は15万3863人。 区外から区内への通勤者は87,847人と、労働人口の通勤では、区内から区外へ出る通勤者の方が多い。足立区は平坦で川が多いのが特徴である。特に南部の千住地区、五丹野地区、綾瀬地区には、海抜0メートル未満の地域がある。2004年7月20日、区内江北で、最高気温摂氏42.7度を記録した。足立区では、 ほぼ全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。区内の町町長数は268で、これは東京都区部の中で世田谷区の277に次いで2番目に多い。足立区は足立ナンバーを割り当てられている。開発構成政策経営部区政相談課は区民に対して定期的に区民モニターアンケートを行っている。 アンケートは、区役所の部が、調査依頼を市区民の考えを聞いた上で、活動の参考とするためなどに活用されている。区民の平均寿命が短く、糖尿病や子供の肥満が増加傾向にあることから、糖尿病、肥満増加に対する施策として、食育推進を行っている。2009年1月30日には、区内で、 内閣府職域推進室主催の職域プレスツアーが実施され、報道機関発射が視察に訪れた。区では独自の美味しい給食を推進している。足立区はかつて警報犯罪の認知件数が東京都内で連続ワーストワンとなっていた時期があった。これは23区でもトップレベルの人口や区域面積によるものである。足立区危機管理課は 青梅でひったくり防止などを行いたいとしている。警報犯認知件数については、2010年、2012年に都内はースと1位から脱却し、2012年には37年ぶりに1万件を下回った。区は町づくり推進条例を制定し、町づくりを進めている。町によっては、地区の町づくり協議会を設立して災害に強く、住みやすい。 住環境向上のために防災訓練、機関紙などの発行、交流イベントを行っている。千住地区を中心とした、足立区文化、産業、芸術新都心構想を推進しており、その一環として2007年12月に、足立ちになるゆるキャラを生み出している。足立区文化芸術振興公式キャラクターとして、公式サイトも存在するほか、 アダチンのテーマが一時 YouTube 上で話題になった。国内有効自治体会外史毎年2018年7月、区が管理するアダチ区障害福祉センターで作業訓練に参加していた特別支援学校の生徒に対し、複数の職員が暴言を吐き心理的虐待を行っていたことが発覚。区は一部の発言を認め、 第三者委員会を立ち上げ、詳しい調査の実施を要請した。遠くに最初に開設された大学は、1993年の放送大学東京は立地学習センターである。それ以前は遠くに、大学はなく、2000年になってもキャンパスを有する、大学はなかった。しかし、2006年に東京芸術大学のキャンパスが設置されてからは、大学の開校、移転が、 相次ぎ、に2007年に東京未来大学が開校2010年に提京科学大学が移転2012年に東京電機大学が移転したここまでに設置された大学はいずれも千住地区に所在しているが2021年に文京大学が花畑地区に設置された足立地区は単なる大学誘致にとどまらず文化産業 芸術新都心構想を策定し、各大学の特色を生かした連携事業を数多く行っている。NTT 東日本千住ビル区内にある東京都指定2次救急医療機関は以下の通り、足立区の鉄道は8路線が通る。中央部を東部伊勢崎線、東部をつくば、エクスプレスがそれぞれ南北に縦断し、南東部を常磐線が、 葛飾区との境界部をかすめる。これらの三路線と東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線を合わせた五路線が北千住駅を経由する。同駅の1日平均乗降人員は約160万人であり、足立区を代表するターミナル駅である。西部は新交通システムである日暮里、トンネルライナーが南北に縦断し、足立区最大の公園である、 とねり公園へのアクセス路線となっている。荒川と隅田川に挟まれた南部は、京成本線が東西に横断し、これらの2路線と常磐線は、日暮里駅を経由する。西新井大市へのアクセス路線となっている、東部大市線はわずか1 0キロメートルの路線であり、全線が単線である。東日本旅客鉄道東武鉄道、京成電鉄東京地下鉄首都圏。 新都市鉄道東京都交通局未成線計画、構想段階かつて通っていた、鉄道国道4号線東京武道館主な住宅ランチ原則、居住者については割愛し、特筆ない限り、足立区出身者を示す。ありがとうございます。